もちろんありますよ。で、意見が食い違う時はもう、話し合って、どのように2人で解決していくかっていうことしかないですね。こちらはすごくよく聞かれる質問ですけど、私たちは漫画を描くときはまずキャラクターの分担をします。で、リンクは彼女が描いて、例えばトワイライトプリンセスでしたらリンク、ミドナ、という感じで、まずそれはお互いがちゃんと担当をしてそれを書き分けをします。で、私たちは絵の見分けがつかないとも言われるんですけど、それは実はからくりがあって、私はリンクを書くことはできないし、彼女もミドナは書けないんですね。だからそういう分担をすることで統一性をお互いが何ができるかということをよく理解しているので、そういったことで、統一性を一貫性を持たせています。こちらはファンタジーを描く上でも特に強く出ることですけど、私はやっぱりそういうものなしにはそういう自然からのそれスピリチュアルとか、そういったものなしでは、人間だけができることってたかが知れてると思ってるんですね。なので、やっぱり常にそちらから与えてもらえるインスピレーションとか、そういったものによって作品をこう厚みを持たせたり、リアリティを加えたりすることができると考えています。あとはやっぱり絶対的に美しいものを表現するためにこのスピリチュアリティを活用します。で、私実は魔女っていうかシャーマンの能力があるみたいで、って本当かなやっぱり自然とか自然の中に行くといろんな声とか場面がインスピレーションが見えるんですね。それをこのゼルダという作品の美しさに反映したりしています。コミコンっていうかこういった海外のイベントはたくさん出させていただいているんですけど、やっぱり私たちの作品描いた漫画が好きで、サインを求めてくださったりとか、励まされたり、応援のメッセージをくれる方が非常に多いんですね。やっぱりそういった触れ合いができることが何より楽しいかな。はい。まずトワプリが今回連載しているのはゼルダの連載を一旦終えてから10年ぐらい経っていたので、あ、そんなに経ってないな、7年ぐらいかな、経っていたので、まずそのブランクが多かったということで、すぐに切り替えをしなければいけないわけではなかった。で、確かに時のオカリナとか不思議の帽子だったりとか、そういったものよりはすごく違いがあるんですけれども、こういう今までにないことに挑戦するゼルダっていうのも、そういうことに対しては意欲があったので、大変でしたけど、そんなに激ムズだったかというとそうでもないです やっぱりゼルダタイトルごとに違う作品でありながら、皆さん分かると思うんですけど同じゼルダであると。だけどそれぞれのパーソナリティは違うので、それをどうするかっていうのはすごく難しく見えると思うんですけど、まずはやっぱり原作のビジュアルをよくよくこう咀嚼することから始まりますね。ビジュアルが全部違う、キャラクターの年齢も多分違うと思うんですね。で、その絵を見ながらイラストを見ながら、ゲームのパッケージのイラストを見ていると、その彼らにとってのベストな冒険のストーリーが浮かんでくるんですね。それを彼らが一番ベストに冒険するためのワールドとストーリーは何だろうかっていうのを非常に2人でミーティングをしながら決めていきます。でもそれはとても難しいことではなくて、ほぼ直感的にその書かれているリンクが俺をこう動かせっていうことを書いているに過ぎないと思ってます。
これはですね、一番最初の一作目はすごい厳しかった。時のオカリナの時には任天堂は一回ネームを出すとこの紙1枚びっしりチェック書いてきたんですね。でそれでかなりビビっていたんですけど、だんだん何作か やるにつれて今はもうほとんど何も言ってきません。ですごく信頼してくれてるので、時々安沼さんはこうするともっといいんじゃないかっていうアドバイスをくれることがありますけど、本当に自由にやってくださいって今言われてます。やっぱり2010年以降ですけど、私たちが今ここにこうやって呼んでいただけているきっかけになって、やっぱり海外のイベントに呼んでいただくようになったことが私たちのそのキャリアの中ですごく転機になりました。で日本だけじゃなくてこんなに呼んでくれる人たちが世界中いろんなところにいるっていうことを知れたっていうことがすごく大きかったです。漫画って我々がこう育っていく上で大きくなっていったメディアなんですけど、私たちは漫画って日本人しか読めないと思ってきたんですよね、ずっと。それをなんか同じようにいろんな国の人たちが同じように楽しんで面白がっているっていうのを知ったのはすごくびっくりしたんですよ。やっぱり一番最初に書いた時のオカリナですね。子どものリンク、大人のリンク、非常に成長していく過程、試練も、お姫様とのラブも非常にバランスよく楽しみ悲しみ喜怒哀楽すべてが入ったタイトルとして書けたこととあとやはりそれをたくさんの支持を得られたということで非常に印象深い作品になってます。とにかく楽しんで書いてほしいかな。漫画は決して楽には描けるものではないんだけど、やっぱり最初にこういうものが描きたい、ああいうものが描きたいと思った自分が一番楽しいと思える世界を描き続けていってほしいと思います。ですね、今までずっとコミカライズを手掛けてきているので、これからちょっと自分の作品描きたいなと思ってます。オリジナルを、はい、ぜひ発表されることになったらイギリスの皆さんにも私たちのオリジナル作品ぜひ読んでもらいたいなと思います。ぜひよろしくお願いします。 Thank you.